岸田。岸田総理。国民がどうでもいいと思っている。岸田総理。国民のことなんて、どうとも思ってない。岸田総理。一体どうなってるんだよ。お前俺たち露出人世代だけじゃなくてさ、北朝鮮に拉致された日本人の子供ももう忘れちまったのかよ。ブルーリボン外しちまったのかよ。何やってるんだよ。もうめちゃくちゃ心配だよ。むちゃくちゃ腹が立つよ。まあ、さ、なんか、 カニを目の前にして年末なわぁ、お金持ちになったみたいとかな、ね、正月に家族と一緒に飴食って、な、ソフトクリームか食って、意気がってんじゃねえよ。なんだよ。お前の役割は。拉致被害者は、もう、第一の問題じゃなかったのか最大級の問題だろう。日本人が誘拐されて、帰ってこないんだよ。何やってんだよ、何十年も。放置かよ。お前が良ければそれでいいのかこの野郎。 そんなな、国会議員ガーシーを呼ぶ暇があったら、拉致で、盗まれた日本人、呼んでくれよ。何やってんだよ。むちゃくちゃ心配だよ。